こんばんは。ロサンゼルス日系コミュニティのニュースと情報をハリウッドからお届けするソーカルジャパン、司会の手島理香です。それでは早速今日のラインナップをご覧ください。今週の日系ニュース、まずはロサンゼルス日本映画祭、中台達也さん記者会見、グローバルジャパンフォーラム、そして友達作戦についての講演会です。特集です。今週はミシュマシュミッション、浴衣の着付けをマスターするです。ローカルイベントのお知らせ、今週の占いもお見逃しなく。それではソーカルジャパンスタートです。今週の日経ニュースです。まずはロサンゼルス日本映画祭に、黒沢映画でおなじみ俳優の中台達也さんがスペシャルゲストとして招かれました。どうぞ。第10回ロサンゼルス日本映画祭の開幕を告げる記者会見が5月9日ガーデナ市内のホテルで行われ、俳優の中台達也さんが特別ゲストとして出席しました。5月9日から18日までロサンゼルス近郊で開かれたこの映画祭では、20本の日本映画が上映され、60年間俳優として活躍してきた中台達也さんを追ったドキュメンタリー、中台達也役者を生きるの監督、稲塚秀隆さんも同席しました。中台達也役者で生きるというのは、その素のままの中台達也を覗かれたわけですね。だからまず初日は私の寝室からスタートしたんですよ。で約2年間追い続けていただいたんですけど、私ももう81歳になるんで、こういう実際の中台達也を撮ってくださるってことは非常にありがたいことだと思っております。なるだけ気持ちだけは非常に若く、挑戦、80歳の挑戦という言葉をあれして、頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。会見後のパーティーには日本とアメリカの関係者およそ150人が参加しました。はい、映画祭では中台さんが出演した黒沢映画、用心棒や天国と地獄なども上映されたということです。続きましては日系社会について考えるフォーラムがカリフォルニア大学ロサンゼルス校で開かれました。ご覧ください。5月9日 UCLA 寺崎日本研究センターによるグローバルジャパンフォーラムが UCLA キャンパス内で開かれました。ラテンアメリカやアジアなど世界各地の日系社会を研究している学者たちが、日本の国民性と海外の日系コミュニティなどについて7つの講演やパネルディスカッションなどを行いました。その中で UCLA のトリシア・トヨタ非常勤准教授は、南カリフォルニアの日系移民の移り変わりについて述べました。Primarily the 19th century Issei who came from Japan were men. 1980-1990, that whole immigration shifted. Now we have primarily immigrants from Japan who are young women. More than two-thirds of them are women. The reason for that is a restructured global economy. We don't need agriculture labor anymore. We are looking at less skilled labor in service and industry.Because of new immigrants, Shin Issei, women who are marrying, but not only are they here, they're having Shin Nisei children who are not only biracial, bicultural, highly transnational, and how they identify as Japanese Americans, I think, is really the question of the 21st century in terms of Japan America. この日のフォーラムにはおよそ70人が参加しました。はい。続きましては東日本大震災の時の友達作戦についてです。震災直後、日本がアメリカから受けた支援についてアメリカ軍海兵隊の視点から振り返る講演会が開かれました。ご覧ください。5月15日国際交流基金ロサンゼルス日本文化センターで、東日本大震災におけるアメリカ軍による一連の災害救助活動、友達作戦についての講演会が開かれました。講演した海兵隊太平洋基地政務外交部次長ロバート・エルドリッチさんは、
東北地方太平洋沖地震発生からおよそ3週間の最も緊迫した期間の当時の様子を振り返りました。海兵隊による救助、救援、復興支援は地震からおよそ4ヶ月にわたり実行されましたが、地震直後から被災地を見てきたエルドリッジさんは、日米の62年間の協力と絆が友達作戦を成功に導き、築き上げられた人脈が現場で大きな役割を果たしたと評価しました。また問題点としては、自衛隊の経験不足とアメリカ軍への理解の欠如、情報共有の不透明さなどを挙げました。この日はおよそ50人が聴講しました。以上ニュースでした。 CM の後は私手島が与えられたミッションにチャレンジする三島シュミッションのコーナーです。今週は私手島理香が与えられたミッションにチャレンジする三島シュミッションのコーナーです。今回は気品ある日本人女性として大切なある技術をマスターするというミッションでした。ご覧ください。おー、来ましたね。さあ、今週のミシュマシュミッションは、今週のミシュマシュミッションは日本人女性として浴衣の着付けをマスターする。浴衣は着たことがあるんですけど、自分で着付けたりっていうことはないですね。母にやってもらったり、母にやってもらっただけで。今回私が着付けを教えていただくのは、LA なでしこ会の佐々木孝子先生。日本の伝統文化を広め、次世代へ継承していくため、着付け勉強会や講演会などを開催し、活躍している先生です。始める前に着物スリップに着替えます。タオルなどを入れて体の凹凸をなくし、バスト、ウエスト、ヒップのラインをまっすぐに整えるのが基本だそうです。まずは浴衣を羽織ります。お手本はこちら。美しくて女性らしい動きで優雅に羽織ります。あらよっと言ってください。よろしいですね。なんか踊りのワンシーンみたいですね。はい、右肩からスッと、スッと、はい、全然スッとなってくる。スッとなってない。スッと、左肩もスッと、はい、羽織るだけなのにお手本と全然違いますね。続いて襟の位置、浴衣の前と後ろの中心部分を持って調整。首の後ろに拳が一つ入るぐらい開けておくのがコツです。そして裾合わせ、足の、はい、あのくるぶしがありますよ、はい、そこが隠れる高さぐらいのところで、はい、あ、下だ、一回左を決めてみます、はい、左を前に一回決めてみます、はいはい、脇線の横まで着物が来たら、もう一回このまんま開いて今度右を入れます、はいはい、ちょっと短いですね。下をですね、7センチキュッと上げてください。7センチ、はい、ちょっとヒュッと、ヒュッ、反対反対、あ、こっちか、そう、そうそうそう、はい、で、ちょっと斜めになった感じのまんま押さえて、ね、左側を上に上げて、はい、そうです、そうです、いいですよ。次はウエストベルトを締めます。ゴムが入っているのでしっかり伸ばしながら巻きつけて留めます。そして宮津口と呼ばれる腕の下の隙間から手を入れて浴衣の前と後ろを整えます。これが初心者でも上手に着こなせるコツなんです。さらに後輪ベルトと呼ばれるベルトを巻いて襟の部分を留めます。そして浴衣の前の部分を折りたたみ、きれいに整えます。前の部分は三角に折りたたむのがコツだそうですが、これがかなり難しかったです。そして後輪ベルトだけで不安な初心者は、さらに紐を巻いて浴衣がずれないようにします。このぐるぐる巻かなくてもいいんだけど、うん、いいんですけど、はいはい、そう。ポイントは奥見線と呼ばれる縫い目の線を上下できちんと合わせておくこと。いいですか。合ってますね。奥見線はバッチリ合っていました。続いて伊達締めを巻きます。はい、でまた一回軽く締めます、はい、そしたらそれをまだ入れ替える、さっきと紐と同じ、はいはい、そんな風に入れ替えないで上から来たのを下と時計回りに回 す, ここです、ね、はい、
で引っ張っちゃダメよこのままで、このまま軽い、上から来たのは下から挟んで、下から来たのは上から挟んで、そんなになんかどうしてもグリグリするのが好きなんだけど、1回か2回でいいのよ、そんなグリグリしなくてもいい、まあまあいいでしょう。そしてやっと帯、まず帯の片方から4倍の長さを測ります。4倍とは帯の幅の4つ分の長さのこと。4倍を取った部分にクリップを挟んで縦締めに固定してから帯を巻いていきます。なかなか手が思うように動きません。2回巻いたところでしっかりと締めたら、こういう形で三角に折り上げる、反対なかなかなか、あ、ここ、そうそうそう、はい、はい、ぐっとぐっと折り上げて、はい、折り上げた残りの帯は結びやすいように縦に2つに折り、もう片方の帯と結びます。長い方の帯を2回か3回ジグザグに折りたたみ、体の前に持ってきてぐっと折り目をつけてみると、つきます、はい、はい、そう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 、それらしくなった、なってきました、ね、はい、じゃあこの下から通して、はい、これを下からこの、ここ、ここから、ここに、これをここから、はい、こういう形で、一回上に抜いてください、一回真上に一回ぐっと引っ張って、はい、はいはい、なんと可愛らしい文庫結びが完成しました。形をきれいに整えたら帯をしっかり持って右回りで後ろへ回します。最後は帯板を入れます。先生が用意してくださったのは厚紙にレースをつけたという手作りの帯板、これを帯の間に挟みます。なんか下から出てきてますよ先生、なんか帯の下からいろんなものが入ってる。だからさっきあんまりグリグリやると、そういうことですね。そう、あのね、できました。簡単でしょ。え紙と帯飾りなど少し先生にお手伝いしてもらって、こんな大和なでしこ風の浴衣姿に仕上がりました。いかがでしょうか。これでハリウッドの街を歩いてみると、やっぱり注目を浴びますね。 Thank you so much 褒められちゃいました、やったね。いかがでしたか。久しぶりに浴衣を着ましたが、いいものですね。ただ自分一人で完璧に着こなせるようになるにはまだまだ時間がかかりそうです。夏には二世ウィークなどの、ね、お祭りがありますので、今年は浴衣を着て出かけてみたいなと思います。以上、ミシマシュミッションでした。次はパブリックアナウンスメントと今週の占いです。続けてどうぞ。サムライアクションスタジオによる藤山一番ザ・ムービーが6月8日日曜日、トーランスの都ハイブリッドホテルにて行われます。上映時間はご覧の通りです。握手撮影会などもあります。お問い合わせはご覧のところまで。日系人による震災支援イベント、ウォークザファーム2014が6月14日土曜日午前9時からアーバインの田中ファームズにて行われます。5月31日までにお申し込みください。お問い合わせはご覧のところまで。リトル東京ライオンズクラブによる東日本大震災復興チャリティーゴルフトーナメントが6月16日月曜日午後1時からウィティアのカリフォルニアカントリークラブにて開催されます。6月6日までにお申し込みください。お問い合わせはご覧のところまで。
占いが気になる方は UTB のウェブサイトからアプリをダウンロードしていただくと、詳しい占いがいつでもチェックできるようになります。ソーカルジャパンは UTB のウェブサイトでもご覧いただけます。こちらのアドレスをチェックしてみてください。それではまた来週お目にかかります。ごきげんよう。さようなら。